なさい。ゆっくり眠ろう。夜中なのに電話かけてみる。寝ぼけた声で話す君もまた僕のこと待ってたみたい。あなたの声を聞くと よく眠れるからだって たった一言伝えるだけで気持ちが弾む。あなたが愛しい。おやすみなさい。ように また明日